こんにちは、萩です。今回はですね、クイーンズ駅伝の話をしていきたいなというふうに思います。女子実業団の日本一を決める大会、国内のね最高峰の駅伝大会が今週末11月22日宮城県で行われます。まあ、男子のねニューイヤー駅伝の、まあ、女子の駅伝版という形のね大会に位置づけなんですけども、まあ、全6区間で 42.195km で競われる大会になるので、今日ねその辺の話と僕の優勝予想チームなんかもねちらっと話していけたらなというふうに思います。で、最近はね、やっぱね、女子選手の活躍が著しいわけですよ。男子のね、活躍もあるんですけども、やっぱ記録とかこう見ていくと、世界との差って見ると、やっぱ男子よりも女子の方が僕は世界で戦える選手はね、今多いんじゃないかなっていうぐらい、女子選手のね、活躍が素晴らしいわけですよ。なんで東京オリンピックも、まあトラック種目ももちろんそうだし、マラソンでも、やっぱ女子選手ってね、ほんと上位の方にこう食い込んでいける選手がね、いっぱいいるんじゃないかなっていうところで、今回ね、クイーンズ駅伝もぜひね、注目してほしいなと思うので、紹介していきたいなというふうに思います。で、今回ね、まあ、有力チームと、まあ、優勝予想チームね、まあ、話をしていくんですけども、まあ、前回大会が行われて優勝したのがね、まあ、日本郵政グループですよ。まあ、とにかく強かったですね。まあ、1区から、まあ、独走で逃げ切ったという大会だったんですけども、まあ、マラソン、東京オリンピックマラソン日本代表の鈴木選手をね、まあ、筆頭に、まあ、鍋島選手がトラックで活躍してますけど、そういった選手がいるんですが、結果ね、まあ、優勝1区から独走だったんですけども、蓋を開けてみると、最後ね、2位との差がね、5秒差だったんですよ。ダイハツとのね、たった5秒差。そして3位に入ったパナソニックは、ダイハツとパナソニックの差がたった6秒差。なんで1位と3位とも11秒差だったんですよ。本当にね、見応えになる大会が繰り広げられたんですけども、今年はね、さらに面白くなるんじゃないかなって思ってるので、その話もね、ちょっとしていきたいなというふうに思います。で、今大会の、まあ、有力チームで言うと、まあ、前回ね、優勝した日本郵政グループ筆頭に、まあ、2位に入ったダイハツ、そして3位に入ったパナソニックも強いんですけども、まあ、その他で言うと、やっぱ天満屋ですよね。まあ、これも東京オリンピックのマラソン日本代表に選ばれてる前田穂奈美選手を率いる、まあ、天満屋が強かったり、あとワコールですよね。まあ、一山選手もいるワコールだったりとか、あと資生堂なんかもね、やっぱ総合力でまあ強いんですけども、この辺がね、まあ、有力候補と上がってるんですけども、やっぱね、今年どうしても外せないチーム、積水化学。ここなんですよ。積水化学がね、今年どこまでね、来るのかっていうところが見応えなのかなっていうふうに思います。まあ去年ね、前回大会9位だったんですけども、今年は、浦部選手と、新谷選手、この2名の新加入、これだけで、積水化学は優勝候補に名乗り出るわけですね。それぐらいこの2人の選手がやっぱ相当強い。まあ、800メートル、1500メートルの日本選手権覇者の、まあ、浦部選手。そして、新谷選手はね、もうこの動画でもね、散々こう紹介してるわけですよ。もう今、日本のね、もうエースですよね。まあ、トラックでも戦えるし、ハーフマラソンもね、いい記録で走ってるので、どんな距離でも走ってる。まあ、予選会の走りが半端なかった。なので、どうしてもやっぱ期待したいのが、まあ、積水化学。で、先にね、予想すると、今回はね、日本郵政グループと積水化学がバチバチ競い合っていくんじゃないのかなっていうふうに思います。そして、僕の優勝予想チーム、先に言うと、積水化学先に予想います。僕はね、積水化学が優勝するんじゃないかなというふうに思います。まあ、この後ね、ちょっと区間の流れとかも含めて紹介していきたいんですけども、まあ、日本郵政グループと積水化学がね、こう、競り合いながら戦っていくことがね、まあ、予想されます。一からね、ちょっと順々になってお話ししていきたいんですけども、まあ、女子駅伝に限らず駅伝大会って、今最近やっぱ一区の注目が相当高いんですよね。まあ、後半区間にいい選手が揃ってたとしても、やっぱ1区で出遅れると、やっぱ総合成績ってやっぱ結構必要になっちゃうチームがやっぱ多いと思うんですよね。やっぱ勢いがすごい大事だと思うんです。1区から先頭の方で戦っていかないと、やっぱ後半でもね、いい選手がいても、こうパフォーマンスが上がってこないっていうのが、予選になってるので、まあ、最近はね、1区の注目がやっぱ相当高いので、今回のクイーンズ駅伝でも1区はね、相当いいメンバーが揃ってくるんじゃないかなというふうに思います。さらに言うと、去年1区、日本郵政グループの廣中選手が1区で区間新記録で走ったんです。まあ、すごかったよね、ラストスパート。で、今季廣中選手ってめちゃくちゃやっぱ調子良くて、5000メートル14分台で走った選手なんですよ。
で、去年もね、ラストスパートをかけて、ラストね、2キロぐらいで仕掛けたんです。で、ラスト2キロで仕掛けて、2位との差を20秒差ぐらい広げてるんですよ。2キロで20秒差ですよ。で、ラスト1キロ3分をこう切ってくるぐらいのペースで走ってるんですよね。で、1区で20秒差を広げると、2区ってクイーンズ駅伝距離がすごい短いので、追いつくことが結構難しいんですよね。なので、おそらく各チーム、日本郵政が1区廣中選手を起用するだろうという予想のもと、各チームエース級のランナーをね、1区に持ってくるんじゃないかなというふうに思うので、1区からね、とにかく楽しみ。やっぱ出遅ることもできないし、廣中選手を使ってくるっていうことは、ある程度ね、区間賞は取れないにしても、秒差はやっぱ一桁ぐらい、10秒差以内までに詰めたいって思いが結構強いと思うので、まあ、1区からね、まあ、目が離せないのかなっていうふうに思います。で、逆に日本郵政グループは1区でどれだけ、距離をね、開けられるか、そこから常にもう独走態勢に行くっていう去年のね、必勝パターンで来るのかなっていうふうに思うので、まあ、そこら辺がね、まあ、見どころなのかなっていうふうに思います。なんで、1区から本当、目が離さないって思います。1区で 7.6 キロになりますね。で、ついでね、面白いのがね、2区なんです。で、男子のニューイヤー駅伝の予選会とかって、一番短い距離でも確か9キロとかだし、ニューイヤー駅伝本番も、まあ、10キロ前後の距離なんですけども、クイーンズ駅伝って、2区って 3.3 キロなんですね。めちゃくちゃ短くて、かなりすごいスピード感、疾走感ある距離感なんです。で、これ何が面白いかっていうと、3.3 キロの距離だと、長距離ランナーじゃなくて、中距離ランナーを起用することができるんですよ。これが結構面白い。なんで、マラソンランナーとかは、やっぱ10キロ区間とか長いところ配置されるんですけども、3.3 キロの距離って、800メートルの選手とか、1500メートルの選手とかが出場するんですよね。だからこれだけね、結構見どころで面白いし、まあ、今回注目してほしいのは、積水化学のね、まあ、浦部選手。まあ、800メートル、1500メートルで、まあ、昨年日本選手権でね、2冠を取った選手なんですけども、浦部選手がね、2区にね、僕は起用してくるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、1区、廣中選手がね、こう、独走体制に入らなければ、積水化学がいいポジションに来れば、2区のね、浦部選手が先頭に立つ可能性もあるので、こんなね、駆け引きも面白いなと思いつつ、ただし、日本郵政グループの2区もいい選手が、こう、いるわけですよ。まあ、昨年ね、1区、廣中選手が区間新で走ったんですけども、2区走ったのが菅田選手っていう、選手なんですけども、菅田選手もね、区間2位の構想をしてるんですよ。なので、もしかしたら、1区、2区はね、同じメンバーで必勝パターンで来る可能性があるので、まあ、これのね、駆け引きも面白いかなというふうに思います。で、男子の場合、まあ、3キロぐらいの距離だと、そこまで差って開かないんですけど、女子の場合ね、やっぱ中距離ランナーが結構起用されてくると、やっぱね、10秒、20秒は簡単にこうひっくり返ってくると思うんですよね。それぐらいね、まあ面白い区間になってくるので、ぜひね、ちょっとここら辺が見どころなのかなっていうふうに思います。そしてね、注目は何といっても3区です。クイーンズ駅伝のエース区間はね、僕はね、3区だと思ってます。まあ距離がね、10キロぐらいの距離なんですけども、ここがね、どの選手を起用してくるかがポイントになってくるかなっていうふうに思います。で、日本郵政グループはやっぱエースって言われる、まあ長い距離を走れる選手っていうのは結構揃ってるんですよね。まあ先ほど言った、まあ鍋島選手も走れるし、あとはあとオリンピック代表の鈴木選手もいたりとか、あとは、大西選手ともね、あの長い距離結構走れたりするので、まあそこら辺がね、どの選手を起用していくのか結構楽しみなんですけども、まあ、鈴木選手はね、おそらく東京オリンピックに標準を合わせているので、どこまで仕上がっていくのかちょっと何とも言えないんですけども、やっぱ鍋島選手とかはね、まあ、トラックでも勢いのある選手なのでね、まあ、そこら辺が起用してくるとは思うんですけど、ここにね、積水化学の新谷選手を突入することによって、大げさじゃないんですけど、僕ね、10キロ区間だったら、2分ぐらい新谷選手ひっくり返すんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、通常の選手だと10キロだと34分ぐらいこの区間を走れれば相当いい記録なんですけども、僕1分2分ぐらい積水化学の新谷選手ひっくり返すんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ここで僕はね、積水化学の優勝が決まるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、新加入の浦部選手2区、新加入の新谷選手が3区、ここの2人がね、2区3区走って独走体制でこのまま逃げ切るっていうのがね、僕のちょっと予想です。なんで積水化学前回9位ですけど、この2名のね、存在がやっぱ大きい。
と思うので、ちょっとね、これ注目してほしいなっていうふうに思います。僕の予想だと、まあ、3区新谷選手が先頭に躍り出て、まあ、そこからね、積水化学で逃げ切るパターンなのかなっていうふうに思うので、ね、ぜひ皆さんもね、まあ、予想しながら見てほしいなっていうふうに思います。で、4区はね、3.6 キロ区間。これも比較的距離が短くて、インターナショナル区間ですね。まあ、外国人選手が走る区間なんですけども、まあ、男子と比べると女子の実業団チームって外国人を起用しているチームってそこまで多くないんですよね。なので、逆にポツポツと出場してる選手なので結構目立ったりするのでね、そこら辺が、まあ、どんな選手がどんな走りをするのかね、まあ、見どころの一つなのかなっていうふうに思います。そして、5区が、10キロ区間になりますね。まあ、さっきの3区がエース区間なんですけども、5区もね、まあ、比較的10キロ距離が長いので、まあ、準エース区間としてあるので、ポイントとしては、やっぱエースをこう2枚揃わなきゃいけないっていうところがクイーンズ駅伝でね、まあ、見どころなのかなというふうに思います。まあ、3区でね、いい走りがしたとしても、やっぱ5区にももう一回10キロっていう区間があるので、やっぱ長い距離を走る選手が最低でも2人は必要というところで、まあ、ここにね、まあ、どの選手が使ってくるのかっていうところだと思います。まあ、日本郵政グループでいうと、まあ、さっき言った鍋島選手、鈴木選手、まあ、大西選手、これがね、まあ、起用されてくるのかなというふうに思います。まあ、大西選手は前回この区間で4番に入っている実績があるので、まあ、そのまま起用されるパターンもね、あり得るかなというふうに思います。で、まあ、積水化学に関して言うと、ここが結構難しいところなのかなというふうに思います。まあ、残り新谷選手はおそらく3区に走ってると思うので、あと 3000m 障害に強い森選手とか、あと勢いになる佐藤選手とか、去年5区走った和田選手とか、これのね、選手がまあ起用されるのかなというふうに思うんです。これがね、ちょっと注目なのかなと思います。で、最後6区は 6.795 キロという距離で行われる大会になります。まあ、とにかくね、クイーンズ駅伝、今女子選手の勢いが相当面白いので、まあ男性だけじゃなくね、女子のね、選手もちょっと注目してほしいなというふうに思います。まあ今週11月22日、お昼ぐらいから確か放送されると思うので、ね、ぜひね、見てほしいなというふうに思います。まあ世界との差で言うと、男子よりも女子の方が僕は世界との差がね、結構近いなというふうに思うので、ここからね、まあ東京オリンピック活躍する選手が出てくると思うので、ぜひね、期待して見てほしいなと思います。